こんにちは、ねんねママです。今回は子供を伸ばす声かけについてお話をしていきたいと思います。最近ですね、モンテッソーリ教育とか子供の自己肯定感を伸ばす方法なんかに非常に私自身が興味があって、そのあたりの勉強をしたりとか書籍を読んだりとかすごいしてます。で、最近読んだのはね、モンテッソーリ明恵さんの信じる子育てっていう本なんですけど、本を読んだりとかね、いろいろ調べたりしている中でも、私自身がこれはいっちゃうなとか思うことっていうのがあったので、それを7個積んで、今回はご紹介していきたいと思います。じゃあ、代わりになんて言えばいいのか、そこも含めて、日常生活でこんなことを意識するといいかもね、とかっていうこともご紹介していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。一つ目、早くして。これ言いますよね。私はね、朝めっちゃ言ってました。しまいには、娘が私のモノマネをね、して、朝の支度するときの私のモノマネをして、早くしてってモノマネをする始末っていう感じ。でもね、子供って、抽象的なことだと伝わりづらいんですよね。だから、早くしてっていう風に言われても、何をどう早くすればいいのかっていうのが、わかんないんですよ。じゃあ、どう言えばいいのかっていうと、まず、このお洋服着てくれるとか、朝ごはん、すぐ食べてくれるみたいな感じで、具体的に何をしてほしいのか順番に伝えていくと、何をすればいいのかっていうのが明確になってくるので、子供自身も動きやすくなります。で、子供って大人みたく先を読んで、あと何分で出なくちゃいけないから、まずはすぐ着替えて10分ぐらいでご飯食べて、その後メイクしてみたいな感じで考えられないんですよね。なので、そんな先のことなんて関係なくて今を生きてて、なのであと何分で出るから早くしてとかって言われてもよくわかんないので、そうじゃなくて今何をすればいいのか順番に伝えてあげられると分かりやすいと思います。早くしてって言っときながら自分が用意できてないっていうこともあるあるなので、それ超説得力ないので、自分も自分で用意しつつ、ヨーグルト食べようねっていう風に声かける方がなんか説得力ありますよね。まずはヨーグルト食べてくれる、これをっていう風に言う方が伝わりやすいと思います。2つ目、走っちゃダメ。これも言っちゃいますよね。あとはね、触っちゃダメとか、そっち行っちゃダメとか、ダメダメダメみたいな話ですよね。でもね、これも一つ目と似てるんですけど、走っちゃダメと言われると、じゃあどうすればいいの？動かない方がいいの？みたいなね、わかんないんですよ。ちょっと抽象的、走っちゃダメだと。つまり、ここでは、ゆっくり歩こうねとか、どうして欲しいかっていうことを、何々ダメじゃなくて、じゃあその代わりにどういう動きをして欲しいのかっていう風に、変えて伝えてあげるっていうのがいいってことなんですよ。なので、触っちゃダメじゃなくて、それは触るとすごく熱いから、触るならこっちにしようねとか、別のものを渡すとかね。そっち行っちゃダメじゃなくて、ここからここまでの中にいようねっていう風に具体的に示してあげると、理解が子供はしやすいんです。なぜダメなのかっていう理由もつけてあげれるとさらにいいと思います。で、ちなみに、注意するときに、鬼来るよって、いうご家庭も結構多いと思うんですけど、鬼の恐怖で子供を律するっていうのは、自立とは全然かけ離れたところに行っちゃうんですよね。鬼が来るからダメっていうのは本質的な理解になっていないので、なぜダメなのかっていうのが分かってないから、次同じシーンが来た時も応用が効かないんですよ。似たようなシーンとかに対して。なので、なんでダメなのか、約束を守ってくれないと、ママやパパはどんな気持ちになるのか、といったように、なんか理由とか、ちゃんと述べてあげるか、感情に訴えかけるっていう方が、子供は結局それを応用して、しっかりルールを学んで別のシーンでも活かせるようになると思います。で、これについては寝かしつけの時も同じで、早く寝ないとお化けが来るよとかって言ってしまいがちなんですけど、これは逆効果です。数日は怖くてさっと寝るかもしれないんですけど、結局夜遅いイコールお化けが出るっていうイメージを子供の中に埋めつけてしまうので、逆に怖がって夜寝れなくなっちゃうとかっていう可能性も十分考えられます。なので、早めに寝て、また明日早く起きて朝ごはんにこの美味しいイチゴを食べようみたいなポジティブな声かけの方が子供のモチベーションを上げることができます。3つ目、どうして約束守れないの？例えば、ショッピングモールとかに行って、今日はおもちゃ買わないよ言ったんだけど、いやだこれが欲しいみたいなね、実際おもちゃ売り場に行ったら言い始めちゃうみたいな。そうすると、今日はおもちゃ買わないって約束したよね、どうして約束守れないのって言っちゃいますよね。そんなシーンありません？で、まあ子供なりに多分これいろいろあるんですよね。最初は行く前は何も買わないよ、分かった
分かったから行きたいみたいな気持ちで分かったつもりでいたんだけど、いざ来てみたらなんか初めて見た魅力的なおもちゃとかがもう目の前にあって惹かれてしまって、あーなんか欲しいみたいな感じの気持ちになっちゃったとかね。あとは自分なりになんかこんなのあったよママとかってアピールしてママの顔色を伺ってみたつもりだったけど別にダメそうな顔してなかったみたいな、あのそういうのがあったのかもしれない。でそれってつまり子供なりになんかどっかしらで約束を守ろうとしたんだけれども、その上での判断だったかもしれないし、まあ、そもそも子供って刹那的な生き物なので楽しそう、これ遊びたいっていう気持ちが勝っちゃったのかもしれないですよね。でそんなこういろいろ子供のなりにいろいろ葛藤があったことっていうのは抜きにして、なんで約束守れないの、約束したよねみたいな感じで言われると子供もね逃げ場がないですよね。あのやってしまったことについてはママとお約束してたよね、忘れちゃったってこっちも覚えてるよっていうアピールはしつつ、欲しい、どうしてもそれが欲しくなっちゃったっていう子供の気持ちも汲んだ上で、あ欲しくなっちゃったよね、そうだよね、見たら欲しくなっちゃうよね、でも今日はお約束したよねみたいな感じで話してあげられるといいかなと思います。やっぱりね、あなたは約束が守れない悪い子だ、テシ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 みたいな感じで攻めていくと、あー私って悪い子なのかみたいな感じで自己肯定感がピューみたいななってしまうので、そこは避けたいかなと思います。私自身がよくやってしまうのは、まあこれで収まるならいいかと思って買っちゃうことっていうのが自分はよくやっちゃう。特に100均、買ってほしいギャーみたいな感じになってたりすると、もう100円で解決ならまあいいかみたいな感じでなっちゃうんですけど、まあこれって本当は良くないなと思ってて、結局泣いたりぐずったりしてお願いすれば願いが通るんだっていう学習になっちゃうんですよね。これって念トレも同じで、頑張って泣いたら抱っこしてもらえるのかみたいな、そういう学習になるから、結局抱っこしないならしないで一貫性が大事っていう風にいつも言っているんですよ。なので普段の接し方も一緒ですよね。今日は買わないっていう風にして決めていったんだったら買わないね、ぐずったら買ってもらえる、これはダメですよね。ぐずったら抱っこしてもらえる、抱っこして寝かしつけしてもらえるっていう学習と一緒です。そして約束が守れた時には、上手に寝れた時にはすごいよくできたね、頑張って寝れたね、頑張って約束守れたねって褒めてあげるっていうことができるといいですね。4つ目、ごめんなさいでしょお友達に対してね、言うこと。お友達と喧嘩になってしまった時など、ごめんなさいでしょって子供に言っちゃいません？まあ私自身結構周りの親とか相手の子供の親とかを気にして言っちゃうことっていうのはあります。で確かに悪いことをしたら謝ることを教えるっていうのは大事だし、何しろとりあえず相手のね、親御さんの目も気にしてついつい言っちゃうものなんですけれども、これちょっと注意が必要だなとは思ってます。なぜなら、子供自身は謝りなさい、ごめんなさいでしょって言われても、謝る意味が分かってないと意味ないんですよ。謝る意味分からないのに、ごめんって言いなさいって親に言われて、口だけでごめんって言うだけだと、悪いことをしたら謝るっていう学習にはなってないんですよ。なんかごめんなさいって言いなさいって言われたからごめんって言っただけ。ね、とりあえずごめんって言っとけばいいっていうのも学習にはならないですし、それに謝る理由っていうのが本人としては納得できていないのに、謝りなさいって言われて謝るのって子供の自尊心を傷つけちゃう可能性すらあると思ってますので、結構これは注意が必要だなって思います。なので親ができることとしては、まず現場の状況を確認してどちらがどのような動きをしたのか、そして子供的にはその時の状況をどう捉えてるのか、まあ多分ね、どっちのサイドの意見としても違う主張があると思うので、それは確認したいですよね、まずね。でその上で、急に横から来ると思わなかったんだよね、びっくりしたよねとか、こっちの子にもあなんかわって手を出されてびっくりしちゃったよね、怖かったんだよねみたいな感じで、子供の立場に立って気持ちを代弁しつつ、まあお友達も痛かったみたいだから一緒に謝ろっかみたいな感じで言い換えられるといいなと思います。5つ目、うちの子人見知りなんで、これね、明恵さんの本を読んでて、あーもうこれわかるなと思いながら読んでたんですけど、日本人って謙遜っていう文化あるじゃないですか。でついついうちの愚足がみたいなそういうことあるでしょみたいに、まあこれあんま今の時代言わないかもしれないんですけど、自分の子供を下げていってしまいがちですよね。誰かが話しかけてくれたけど、うまく挨拶とか笑顔を返さずになんかママの後ろに隠れちゃったりとかした時とかって、あすいませんうちの子人見知りなんでごめんなさいねみたいな感じでやっぱ言っちゃいますよね、なんて言ってしまいがちなんですけど、そうするとね、子供自身があ私って人見知りなんだっ
って思っちゃうんですって。で、そうするとふとしたタイミングで、あ、私は人見知りだからみたいに消極的さが出ちゃうようになっちゃうってことにつながるらしいんですよ。なので、うちの子本当に頭悪くてとか、あの、面白いことの言えない子でとかいうのも全部同じで、あの、自分自身ではそうは思ってない、自分は面白いと思ってるのに、なんか、あの、頭いいとかって思ってんのに、私ってつまんないんだとか、私って頭悪いんだって刷り込まれた言っちゃったら嫌じゃないですか。そう、だからなんか言霊みたいなことかなって私は思うんですけど、私は結構言霊って信じてるんですけど、私はすごい、私は成功するっていう風に言い聞かせてたりとか、口に出して言ったりすることって、物事って結構そっちの方に動いていくっていう風に思ってるし、反対もしかりだと思ってます。で、人前での謙遜っていうのも必要な時もあるけれども、子供の前で子供自身をけなさないっていうのは気をつけていきたいなというふうに思いました。6つ目、貸して、ママがやるから。これもね、急いでる時めっちゃ言いますね。うちの子は3歳なんですけど、最近上着のチャックを閉めるのとか、チャイルドシートのベルトをカチッてやるところとかって、もう全部自分でやりたいっていうのがマイブームで、まあ時間かかるんですよ。で、ついつい貸して、もうママがやるからって言っちゃいたくなるんですけど、まあこれ成長を考えたら良くないなって思うところです。良くないの分かってるけど言っちゃうみたいなね、なんですよね。成功体験にならない上に、あんたにはできないんだから貸しなさいって言われたみたいになっちゃうので、なんだ、ママは私の力を認めてくれてないのかとか、私はできない子なのかなみたいにね、捉えることになっちゃうので、ちょっとあんま良くないなっていうふうに自分自身でも思ってます。最近心がけているのは、急いでる時でも10秒ぐらいは待てると言い聞かせて、貸してって言いたくなったところから10秒待つっていうのを心がけてます。あの、実際10秒ぐらいの差なんて、信号に捕まるか捕まらないかぐらいで全然変わるじゃないですか。そう、だから急いでても実はそのぐらい待てるんですよ。気持ちがせいちゃってるだけで。なので、そうするとなんかね、できそうな兆候が見えてきたりとかして、するともうちょっと待ってみたくなったりとかして、あ、もうちょっと待ったらできるかもみたいな感じに思えたりとかして、不思議ですよね。あの、娘の成長とか頑張りがなんかね、胸に来る瞬間っていうのがね、ありました。で、チャックもね、そうやって待っててあげたら、実はもう最近ではピッてシュッてあげられるんですよ。もうなんか感動して、そういう風に自分が待ってあげることによって成長って起こるんだなって思ったので、それでね、感動もあったし、逆に支度が早くなったので助かってます。ので、ぜひ待つっていうのもチャレンジしてみていただけたらなと思います。7個目、お友達に貸してあげなさい。これもめっちゃ言いがち、赤ちゃんの時とか特に言ってました。児童館とか保育園のお友達とかと遊んでる時に、とにかくなぜかみんな同じおもちゃに群がるんですよね。民族大移動かっていうぐらい、さっきまで全然誰も使ってなかったおもちゃなのに、みんなで一斉にそれに群がり出すみたいな。で、そうなるとついに、ほら、なんとかちゃんが使いたいって貸してあげなみたいな感じで言っちゃうんですけど、まあ、0歳はもちろん、3歳ぐらいの子だって自分の今興味を持っているもの、興味を持ったものにぐっと集中したいっていう欲があるって、集中して熱中して満足するまでやりきるっていうことが、成長発達のためにもすごく大事なんですよね。それはなかなか途中で貸すっていうのは難しい。もちろんお友達とのやり取りの中でコミュニケーション力を育むっていうのも大事なんですけど、まあ、小さな子供たちにとっては今自分が使ってるものを、熱中しているものを渡すっていうのは難しいことです。で、それを親に貸してあげなさいって取られちゃったりなんかしたら、もうそれうわーみたいな大泣きですよね。それ拗ねちゃったりとかっていうことにつながります。だって集中してたんだもん、それがやりたかったんだもんっていうね。よく考えればすぐに貸すっていうだけがコミュニケーションではないですよね。他のコミュニケーションの方法ありますよね。今使ってるから次に渡すねとか、これだって立派なコミュニケーションだし、待っててねでもいいわけじゃないですか。うちの子のね、仲良しの子たちの間では、待っててねーっていうリズムに乗せて言うのがちょっと流行った時がありまして、貸して、待っててねーっていうのがね、やったら流行って、それで大笑いみたいなブームがあったんですけど、まあ、そういう感じで貸してって言われたら必ず貸さなきゃいけないっていうわけじゃなくて、貸したくなかったらどう答えればいいか、どういう風に言ってあげれば相手も傷つかないで待っててくれるか、そういうのを学ぶっていうのも、コミュニケーション能力を育むことにつながると思います。
はい、ということで今回は子供に言ってしまいがちな NG フレーズ7選ということでご紹介をさせていただいたんですけれども、結構どれも言ってしまいがちだと思います。私も勉強して頭では分かっていてもついつい言っちゃうってことはあります。でもやっぱね、頭で理解してることっていうのと実際行動に移すっていうのって別のフェーズですよね。結構難しい。ただその中でも意識していることは、やってほしい行動を言葉にすること、これやらないでとか否定的なことで言うんじゃなくて、どうしてほしいのかっていうのをちゃんと言葉にして伝えること、それからできるだけ待ってあげること、チャレンジしたことを褒めてあげること、子供自身ができたって思える習慣ができるだけ増えるようにサポートする姿勢を持つこと、そんなことはすごく最近日常の中で意識するようにしています。私の運営する寝かしつけ強化クラスってクラスがあるんですけど、そちらではねんねんのお悩み改善の他にもこういった育児に役立つプチ情報なんかも共有しています。ねんねんにお悩みの方はぜひサイトも覗いてみていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。参考になったらチャンネル登録やいいね、コメントもいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。